二頭部東馬二頭部東馬は、日本の政治家、ミュージシャン、ボカロプロデューサー、元教師、元劇団員。山形県大石田町出身、2019年より、同町議会議員。身長167センチメートル、体重57キログラム。血液型大型。19歳の頃、所属していた俳優養成所のメンバー数名と、劇団 SOS を旗揚げし、 公演を行う。俳優、脚本家、演出家としても活躍していたが、担当した音楽が脚光を浴びるようになり、22歳の頃には、劇団を脱退し音楽活動のみを行うようになる。24歳の時、インディーズレーベルのキラキラレコードの目に留まり、CD を出版。東京、山形、大阪などで、ライブ活動も行う。十八歳の頃、自分が、 演劇や音楽活動の中で感じた社会や世の中を、これからの子供たちに伝えたいと考えるようになり、大学に通い始める。中学、高校の英語の教員免許を取得し、32歳より公立中学校の教員となる。学級担任も担い卒業生も輩出し、順風満帆に教員生活を送っていたが、二0十九年、近隣市長らの声掛けもあり、地元で、 議会議員選挙に出馬し当選した。長時間労働、パワハラなど教育現場をはじめとする労働環境の改善を訴える。また、ボーカロイド作品の出版も続けている。旗上げした劇団 SOS。名前の由来は、ソールドアウトソーリーの略。初回公演時の脚本と主演を担当した。また、この頃すでにシンセサイザーでの作曲を始めており、 オープニングエンディングテーマも担当した。オープニングテーマは春という曲で、後に式シリーズとしてアルバムサイド3にて発表している。エンディングテーマは誰も手の届かないところへという曲で、元はインストゥルメンタルの楽曲であったが、初音ミク作品として歌詞ありで発表されている。稽古は主に新宿村スタジオや都内の公民館などで行った。 劇場やスタッフの手配などもメンバーら自身で行っていた。公演を行うたびにメンバーは増え、二頭部が脱退後も約20回近く公演は続いた。劇団脱退後、本格的にライブ活動や制作活動に移る。脱退後も劇団 SOS には音響として協力したり、客演として出演したこともあった。ライブスタイルは 一人でシンセサイザーを三本から四本、ステージに持ち込み、演奏するというものであった。一人でもライブができるようにするため、MTR などの機材も集めていた。搬入、搬出も自分一人で行い、運搬には、タクシーなども使用していた。使用機材は、ヤマハ製が多く、本人が言うには、ヤマハのピアノの音が一番好きだという理由からである。音源の制作は、 作曲から編曲、録音、ミックスダウンまで全て本人が行っていた。ライブ活動と同時にインターネットを用いて楽曲の公開なども積極的に行っていた。当時ヤマハが運営していたプレイヤーズ王国等のインストゥルメンタル部門では上位を獲得していた。しばらくライブ活動等を行っているとレコード会社から声がかかるようになる。 最初に声をかけたのは、インディーズレーベルのキラキラレコードであった。なんとも言えない、不思議なインストゥルメンタルの楽曲に心を打たれた、社長は、オーディションを兼ねた、主催のライブ、キラキラナイトに出演することを提案した。キラキラナイト出演後、レーベルのオムニバスアルバム、インフェクシャスブティックに2曲収録してもらうこととなる。この時、収録された楽曲は、大公開と、静かの海である。 アーティスト名はこの時点では TN ネットワークという名前で参加している。このオムニアルバスは視聴者が良いと思った曲を投票できるシステムになっていた。唯一のインストゥルメンタルの楽曲だったにもかかわらず上位を獲得しソロアルバムの出版が決定した。すぐにでもアルバムの曲数はあったが収録全曲をもう一度見直したいという意向から。 発売は2006年6月とすることになる。この時からアーティスト名が TN ネットワークから本名の二等部ベトーマになる。これはレーベル社長の提案であるが本名以上にインパクトのある名前はないと言っていた。アルバム発売に向けて音源の編集、都内、地方でのライブ活動、CD ショップでの営業活動などが激化していき、当時は30時間眠らないことが多々あったが、 2006年6月25日、ソロアルバム、ルネイリアンの無事発売に至った。この発売日は、二トーが希望した発売日であるが、母親の誕生日であった。アルバム名の意味は、ガツの人という意味で、ガツから地球を見たら、たった一つの故郷であり、地球人同士が争う、必要のないように思えるという、少し優しい気持ちになれることを願った楽曲が、込まれている。 地元の山形でも話題となり、新聞などでも取り上げられた。出身の町では、町長や議員らもライブに駆けつけ協力した。また、出身の町でのライブ披露用に、大石田町長民家のアレンジも制作されている。インストゥルメンタルの楽曲として、アルバム、サイド32の地に収録されたが、実際にライブ等で歌ったのは、歩みと広木である。この頃、 人の声が入った楽曲も制作したいと思っていた。二頭部は劇団時代の友人に頼み、ボーカル曲の制作もしている。アルバム、ルネイリアンのライブ活動にも同行させ、披露している。楽曲は、偶然でもいいという曲で、フィーチャリング歩みとして、後にアルバム、ルナニに収録されている。2007年には、大阪出身のアーティストヒロキと、ユニット活動も行っていた。 デジタルミュージック関連のイベントを通じて知り合い、もともとソロ活動をしていたヒロキのキーボード、作詞など協力した、インストゥルメンタルの楽曲からボーカロイドを用いた作品へと転向する。2006年に初音ミクが発表される以前に、ヤマハ音源、ミュー2000の拡張機能であった、人の声をサンプリングしたものを使用もしていたため、その転向は容易だったかもしれない。 作風は今までのインストゥルメンタルの楽曲の雰囲気を十分に感じさせるバックトラックにエッセイ、風刺とも言える歌詞を乗せボーカロイドに歌わせるというもの。本人曰く当たり前は作らないという意向のもとボーカロイド作品ながらコーラスやラップにて本人も参加している。アーティスト名はもともとソロ活動をしていたこともあり、本名にフィーチャリング、 初音ミクをつけ足すという形になった。ボーカロイド作品になってからは、CD ではなく、iTunes や Spotify などの配信サイトのみでの出版になっている。ルネイリアン、シングルス、アルバムハロ l ダークネス、マイオールドフレンドロストジョーカー、e p サ a d m e m o r e p ディレ e m e p 千年愛 ,EP 公演で、手をつないで、EP ハット、大石田町議会任命防石田町。 w w w t o w n i s h i d a y a m a g a t a j p 2 0 2 0年6月7日閲覧大石田町議会議員選挙2019年11月3日投票山形県大石田町選挙 .com2020 年6月7日閲覧キラキラレコードアーティストページ選挙 .com ハットアップルミュージックハットアップルミュージック,ッジックありがとうございます